モードは統合型のソフトですので、モデリングを行い、アニメーションで動きを設定した後でも、もう一度モデルに修正を加えることが可能になっています。今回は、アニメーションを設定した後で、モデルに修正を加えやすくする方法をご紹介します。サンプルとなるこのシーンでは、えー、車が前後に傾いたり、また、えー、左右に傾くといったリグが、 あらかじめ組み込まれています。例えばこのシーンで、車の屋根に積まれたこの3つのカバンに対して形状を修正していこうとすると、すでに移動や回転が行われているため、この状態で正確なモデリング作業、または新たに UV 展開を行うといった作業がちょっと難しい状態になります。 もちろん、ここにあるトランスフォームの値をすべてリセットしたり、またはセットアップモードで他からのアイテムの影響を一旦リセットするという方法はありますが、アニメーションの最中などであれば、いちいちリセットするのは面倒ですし、影響範囲も大きくなってしまいます。これを、現在設定されているトランスフォーム、 これらの設定に全く手を加えることなく、モデリング作業を行うようにするには、アイテムリストの中の、この3つのアイコンのうち、一番右側にある、左から3番目にある、この参照システムのチェックボタン、こちらをオンにします。このチェックボタンは、今、新を構築しているワールド座標、こちらと、選択しているメッシュのローカル座標、 いわゆるモデリング座標を切り替えますので、トランスフォームの値というのは一切いじらなくても、モデル4分割のビューなどで確認してみると、このモデルを作成した段階の座標へと切り替わります。ではここで修正を加えてみます。コンポーネントモードへ切り替え、例えばフォールオフで円柱のフォールオフ。これを使い、 ちょうどカバンの上下がちょっと膨らむように修正してみます。セットアップのレイアウトへと戻り、こちらの参照システム、このボタンをオフにすると、先ほどのシーンのワールド座標へと切り替わるようになります。この状態のままだと、先ほどのような円柱のフォールオフというのは綺麗に つけることは難しかったと思うんですが、今は参照システムを切り替えることで簡単にモデルの修正を行うことができました。もう一度、例えばこちらのカバン。このカバンを選択して参照システムのチェックをオンにし、モデリングを行ってみます。コンポーネントモードへと切り替え、フォールオフを設定し、 先ほどとは逆に、ちょっと真ん中を凹ませてみます。このように簡単に修正することができました。この参照システムのボタン、こちらを活用することで、現在設定しているアニメーションの設定などを邪魔することなく、 モデリングや UV の設定作業を楽に行うことができるようになります。